カサブランカはモロッコ王国最大の都市。都市名にはスペイン語で白い家という意味がある。モロッコの商業、金融の中心地で2019年に発表されたグローバル都市指標では世界第94位の都市と評価されるなどアフリカ有数の世界都市でもある。港湾も経済を支える重要な要素で林鉱石が最大の輸出品、漁業、 魚缶詰も盛んである。モロッコの首都ラバトの南西約9 0トルに位置し、北は大西洋に面する。人口は415万人で、モロッコ最大。モロッコの商業、金融の中心地であるとともに観光地でもあり、多くの人々が訪れる。紀元前10世紀にベルベル人がアンファという地域に定住したのが、 カソブランカの始まりだと言われている。紀元前7世紀頃にフェニキア人、紀元前5世紀頃にはローマ人と交易が行われていた。7世紀、アンファを中心とした独立国家が形成されたが、1188年にイスラムのムワヒド町に支配を受けることとなる。14世紀にはマリン町によって大規模なイスラムへの改修が行われた。またその頃、 港湾が大きく発達した。15世紀になってアンファは再び独立を果たした。アンファの港を拠点とする海賊船がポルトガルやスペインを襲い、1468年にそれに起こったポルトガル人によって焼き払われてしまった。1515 15年にポルトガル人によって街の再建が行われ、街をカサブランカと名付けた。白い家という意味である。しかし、 1755年に起こったリスボン王地震によってカサブランカも甚大な被害を受けポルトガル人はカサブランカを去ったカサブランカはアラウィーアモロッコに統合され1770年からムハンマド参戦によって街の再建工事が行われ街は要塞化された18世紀からはスペインと 19世紀に入るとそれに目をつけたヨーロッパの列強諸国との間で交易が始まり、主にウールの積み出し港として発展した。人口も急激に増大し、1830年に600人だった。人口は1868年に8000人にまで成長した。フランスのアンリジロー将軍とアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領。しかし、 ヨーロッパ列強に対する住民の不満は募っていた。1907年に港湾工事を行っていたヨーロッパ人労働者を住民が殺害したのを機に暴動に発展。フランス、スペインが軍艦を派遣し、カサブランカを砲撃、フランス軍はカサブランカを占領した。1912年、モロッコはフランスと保護領条約を締結し、カサブランカはフランスの保護領となった。 フランス保護領モロッコの初代総督についた、ウベールリオーテ将軍がカサブランカを商業の中心として整備した。第二次世界大戦中はドイツ軍によってフランスが占領されたために、戦争当初は新独のビシー政権の支配下にあったが、連合国軍の北アフリカ侵攻によって連合国軍に占領され、自由フランスに復帰した。 1943年にはカサブランカ会談が開かれた。第二次世界大戦後の1956年にモロッコがフランスから独立し、フランスはカサブランカから撤退した。その後カサブランカはモロッコ最大の都市として繁栄し、世界各国から観光客が訪れ、モロッコの経済の中心地の地位を占めている。カサブランカには2つの大きな駅があり、 その二つの駅は鉄道で結ばれている。また、2012年には市内を走る路面電車が開通している。2018年には北アフリカ最初の高速鉄道として、フランスの TGV を土台にしたタンカサブランカ高速鉄道が開通する予定。ムハンマド・モセイ国際空港が郊外にあり、ロイヤルエアモロッコのハブ空港として機能している。カサブライカ中心部へは、 鉄道で結ばれている。日本との直行便はないので、ヨーロッパなどの空港で乗り継ぎが必要となる。中心部のパリ大通り市電。ありがとうございます。